ドーチェスターハウス、パークレーン、ロンドン1905ドーチェスターハウスは、1853年に、ロバート・ステイナー・ホルフォードにより、イギリス、ロンドンのパークレーンに建てられた邸宅である。現在のドーチェスターホテルを建てるために1929年に、取り壊された。ドーチェスターハウス中央階段建築を担当したのは、当時著名な建築家だったルイス・バラミーである。 彼はホルフォードから中央海岸が特徴的な邸宅を建てるよう指示を受けた。建物の主要な目的はホルフォードが長年にわたって収集してきた膨大な絵画コレクションを収容することであり、その時は一時的にラッセルスクエアにある友人の邸宅に収納していた。このプロジェクトでのバラミーのアシスタントはジェイコブ・レイ・モールドであった。19世紀の建築評論家。 クラレンス・クックは、中央大階段は、バラミーに代わって、モールドの手によるものであると考えている。モールドはその後、カルバートボークスとニューヨークのセントラルパークの初期の建物や公園のデザインに関して、特にベセスダテラスで共同して仕事をした。中央階段は、邸宅の中央を占めており、上から照らされていた。ギャラリーの周囲には、大食堂、 グリーンドローイングルーム、レッドドローイングルーム、ステートドローイングルームなどの素晴らしい居住空間があり、天井やその他の美しい装飾品はイタリアの芸術家の手によるものであった。マントルピースはアルフレッド・スティーブンスの作品でおそらくこの偉大な芸術家の代表作となるものである。これらの部屋には、キツヤーノ、ティントレッド、ベラスケス、バンダイク、ムリー・リョ、 レンブラント、クロード、カイプ、ロイスダールといった巨匠たちの著名な絵画が掲げられていた。中央階段のイラストザ・マガジン・オブ・アート1883年、ドーチェスター・ハウスは20世紀のロンドンにおける最も荘厳な建物の一つであり、出版物において頻繁に研究された。特に中央階段は大きな評価を受けた注目すべき特徴だった。階段自体は、 大理石でできており、幅の広い踏み板と適度な段端な非常に低い凹み板を備えていた。階段中ほどには踊り場があり、アーチで支えられている。欄干は大理石製で広く平らな手すりと小さな柱がついていた。この階段は邸宅の中で最も美しく興味深い箇所であるが、さらに言えば、これにより、 邸宅全体の外観も注目すべきものとなっている。東、南、西の三つの側面に主要な部屋は集められ、その配置の単純さにより建築家たちは優雅で尊厳のある建物とすることができた。ドーチェスターハウスの装飾品の中で最も有名なものの一つとして、ダイニングルームにあるアルフレッド・スティーブンスの彫刻が施されたマントルピースを挙げることができる。 これは、スティーブンスの最高傑作の一つと考えられている。1883年発刊のマガジン・オブ・アーツには次のコメントが記載されている。ここでスティーブンスは大きな効果を追求した。ミケランジェロの作品を思わせる二人の彫像は、荘厳さと安らぎを称えている。このような彫像を使うことが適切か否か、この得意なケースでは答えはすぐにわかる。 その試みは成功した。またガイロザリーもその著作において同様に賞賛の言葉を述べている。マントルピースはスティーブン作となっていたが1875年の彼の死去までには完成しなかった。下図左から4番目の写真はスティーブンスの死のすぐ後に撮影され雑誌ブリティッシュアーキテクトに掲載されたもので未完成の姿を示している。 現在このマントルピースは、ビクトリアアルバート博物館に所蔵されており、博物館によると、スティーブンスの弟子であった、ジェームズ・ギャンブルが完成させた。図書館はドーチェスターハウスにおいて重要な部屋であり、ホルフォードの膨大な書籍コレクションを収容するために設計されていて、蔵書の素晴らしさを壮大、かつ機能的に反映していた。壁は、 緑色のシルクのダマスク式で床には薄黄色と緑色のアキスミンスターカーペットが敷かれていた。ガラスの扉のある書家はホーランドサンズ製でウォールナット材が用いられ彫刻と金メッキが施されていた。中央部分の高さと幅はそれぞれ4.14メートル2.43メートルだった。ドーチェスターハウス内にある他の3つの部屋は ホルフォードの有名な美術コレクションを収容するように設計されていた。グランドサロンは当時の出版物でたびたび言及された。あと二つの部屋もグリーンドローイングルーム、レッドドローイングルームとして知られていた。ワシントンタイムズ誌に掲載されたホワイトロー、リード夫妻1910年、ロバートホルフォードは1892年に亡くなり、ドーチェスターハウスは 息子のジョージが承継した。彼はこの邸宅をあまり使わなかったので、1905年にアメリカ大使のホワイトローリードに課した。リードは職務の一環として、邸宅で贅沢な祭事を行い、その様子は数多くの新聞に掲載された。特に注目すべきは独立記念日の祝賀会で、ニューヨークタイムズ氏は1907年ドーチェスター。 ハウスでリード夫妻が開催した祭事について次のように掲載している。今日の午後、あまりに多くのアメリカ人がリード大使夫妻主催の独立記念日、祝賀会に参加したため、ドーチェスターハウス周辺のいくつかの交差点は2時間にわたって通行止めとなった。出席者は原則として招待されたアメリカ人だけだったが、ホワイトハウスでの祝賀会並みの混雑ぶりだった。 北側のテラスには長いテントが張られ、窓の一部を取り外して、シンクのカーペット式の仮設の階段が設置された。招待客は約4000名に上った。ジーン・リード1908年同じ年にリードはマーク・トウェインのための祝賀会を主催した。オックスフォード大学学長はトウェインに文学博士号を名誉学位として授与したいと考え、その取り次ぎをリードに頼んだ。 トウェインは承諾し、オックスフォードでの授与式の数日前に、彼のための晩餐会がドーチェスターハウスで開催された。リードはトウェインに合わせようと、約40人の作家や芸術家を招待し、その中にはアーサー・コナンドイルがいた。1908年、リードの娘ジーンが結婚し、ドーチェスターハウスで披露宴が催された。エドワード・とアレクサンドラ王妃も出席し、 この結婚は大いに大衆の字幕を集めて、いくつもの新聞に掲載された。1910年、エドワード7世が死去し、葬儀に参列するために、セオドア・ルーズベルト元大統領がロンドンを訪れて、ドーチェスター・ハウスに3週間滞在した。ニューヨーク・タイムズ紙は、その期間ルーズベルトに会うために、海外から訪れた、高官たちの、数多くのドーチェスター・ハウス来訪を報じている。 1912年、ホワイトローリードが死去し、ドーチェスターハウスはアメリカ大使館として使われなくなった。ホルフォードは時々パーティーを開催したり、ランのコレクションを収容するために、そこを使った。第一次世界大戦の間、数多くのイギリスの大邸宅が病院として使われた。ドーチェスターハウスもまた、ジョージ・ホルフォードにより、病院として提供された。 1914年のニューヨークタイムズ市には病院としてのドーチェスターハウスに関する記事が掲載されている。1926年、ジョージ・ホルフォードが死去した。彼の相続人は第4代、モーリー・伯爵エドムンド・パーカーで、ロバート・ステイナー・ホルフォードの娘、マーガレット・ホルフォードの子であった。伯爵は当時父と祖父の莫大な債務を承継して、 経済的に非常に困窮しており、ドーチェスターハウスとグロスタシャー州のウェストンバートハウスを売りに出したが、樹木園は保有していた。3年後申し出が受け入れられ、ドーチェスターハウスは売却された。1929年7月16日発行のタイム誌には、次の記事が掲載された。モーリー・卿は、パークレーンのドーチェスターハウスを売却した。昨日の午後、 サーロバート・アルパイン社の買収取引に関連して、ゴードンホテルズ社により資産の売買契約が締結された。有名な大邸宅は解体され、ゴードンホテルズ社はホテル建設を一気に進めるつもりである。1929年、ドーチェスターハウスは正式に解体され、1931年新しいドーチェスターホテルがオープンした。ありがとうございます。